秋晴れの西武ライオンズ球場、風は現在ライトからレフトへ緩やかに吹いております。3勝1敗と王手をかけながら、舞台はまたここ西武ライオンズ球場に移ってまいりました。果たして今日ヤクルトの日本一の胴上げが見られるのか、あるいはじわじわっと王者の底力を発揮してきた西武ライオンズが今日も勝って最終第7戦にまで持ち込むのか、非常に興味のつけない一戦です。トップバッターのヤクルト飯田がバッターボックスに入りました。第6戦プレーボールです。指名打者に畑、そして、8番に橋上が入ってハドラーは9番に回っています。2日間間が空いて、両チームともピッチャーにとってはだいぶこの力を蓄える2日間になりましたね。そうなんですね。しかしね、僕ね、さっき決め替えを聞きましてね、何かこう人徳のものを感じましたね。今日のゲームは技術以外のね、技術を超え、そのぐらいの大変なゲームだと思います。まあ、特にこの6戦7戦というのは、同じ日本シリーズでも初戦の頃とはまた違うもの、何かあるんでしょうね。違います。リーダーはライトフライ。パ・リーグの田中、ライト側先進はパ・リーグの林です。2回3分の0投げて51球8本のヒット4失点でしたが、何回ですか、6回ぐらいでしょ、過去何回でしたかね。2回と3分の0投げて、あの時はストライクを取りに行く球をですね、初回2回の立ち上がりというのはずっとこう7回以降まで調子がなっても同じような、そんなに変わるタイプじゃないんでね、ある程度分かるんじゃないですか。ライト前ヒット。大下さん、はい、前回第2戦の時は、先頭の戸柱にいきなりフォアボール、はい、でガタガタっとしたところをですね、まず1点取ったヤクルトだったんですが、今日は1番2番が割とこのあっさり終わってしまって、さあ古田どうかなというところですね。だから3人でこれ終わらないでね、古田が初球をライトへ打ったということはね、何しろ今までの古田このシリーズ本当に警戒されていいところありませんでしたね。だけど今の一打でこの古田が今日はね、何かねいい仕事をしそうなね気がしますね。なるほど。ここまで20打数4安打2割と抑えられていた古田が今日ヤクルト初めてのヒット。2アウトから1塁でバッター4番の広沢です。しかしね、この前の角もね、立ち上がり悪かったのをね、やっぱり工藤が立ち上がりやられましたよね。そういう影響もあったと思いますよ。まあ、森監督はあの1戦2戦工藤角で、よもやの連敗というつけが全部ここに来てるんだというふうに話しています。1戦の角と、ね、今日の角というのはかなりこう受けるプレッシャーというのは違いますよね。伸び伸びしてますよ今日の角は。その角をどう攻略するか、立ち上がりのヤクルト。点で古田がすごく走るぞという気合を見せてますね、はい、そこのところを非常に角も警戒してます。まあ、そういった意味では飯田だと思いますね。飯田が何回出塁できるのかどうか、ここも一つの見どころではないかと思いますよ。古田がランナー打ってるのは三塁ベンチの飯田。攻め方変えてくるんじゃないですか。いやでもね、前回と比べて角の調子はね、数段上だと思いますね。力も抜けてますし、はい、でもヤクルト打線のね、角
の対策としては前回と同じですね。今までストライクを全部振ってきてますよね。スティールというマウンド上の各対決ですが、1回ツーアウトから古田にヒットを許してランナー1塁、だいぶ投球の間合いが長くなってきました。まあ、各のポイントはやはりハウエルと旗でしょ。左バッターがポイントになるんじゃないですかね。この広沢が出るかどうかですね。